すいません。一応野村さんに代わりまして、加藤さんでお願いします。わかりました。小笠原投手からありがとうございます。会社員ですよ。カツラ、これ今来ましたよ。大したことないピッチャーが来ましたね。すいません、代打行きます。ずいぶん前で投げてましたね。だいぶ前で投げて、浅いピッチャーが来ました。ずいぶん前で投げてましたね。なんですか、ルール上ダメでしょ。明日ルール間違ってます。あれ、ガチガチで走っちゃダメだって言われてますよ。ガチでやるんじゃん。いやいや、もうしっかり聞すぎるでしょ。しゃかり聞すぎるでしょ。ビルが変わります。仲良くやってよ。本当にめっちゃ普通に打たれたしってマイクを通さず俺だけって言わないの悔しいでしょ。ピッチャーに優しくなれそうな気しますよ。はい、じゃあ又吉行きます。又吉さん、自分がヒゲ生やしてたことに、なんだ俺よりすごいヒゲ来たなってキャンプに来ました。まあちょっとあいつの頭をね、ちょっと短くしたわけですよね。髪型を、うん、ちょっとお任せにしようね。オッケー、ほら来ましたよ。これスーパーひとしぎはスーパーひとしぎいけるやばい。スーパーひとしぎスーパーひとしぎは誰が言った。でここからちょっとビジターチームスーパーダイソーの使いどころが、スーパーダイソーを使うって言ってるのはもう打とうとしてるのだったと思う。作戦が、あれ監督、初球にそれを打ったら早く終わる。 OK、 代打、代打伊藤純喜いきますよ。さあ、ここで松坂投手に来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、感じ悪い、感じ悪い、感じ悪い、伊藤さん、感じ悪いじゃないですか。最初のいいことやられる感じ悪い、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 気使うんすよ、先輩なんだ。あれ、それ気使ってる喋り方じゃないでしょ。インコースの投手だったんですか。純喜ガチやないか。いや、ナイスバッティングでしたね。いや、もう内頃の球来たんで、内頃の球来たんで、はい、うわぁ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 、純喜俺の肩息を取ってくれ。
本気でカットしたって。先日あのお父さんとやってるあの鳥屋さん行きました。美味しかったですよ。今日はコマーシャル料でもらってるんですか。いろんな人も宣伝してる。うまいね、うまいね。おいおいおい、OK OK 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 OK。 高木だけは取ってくれ、頼むぞ。松永さんもギャグ対応してくれ。どうしても勝ちたいですね、個人スタジオ。いやもうだって甲子園って何になってたの。甲子園って何。おい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 、いいですね。お天才は天才さんだ。中継ぎでね、ジャンプしたいという気持ちがあるかもしれない。中継ぎで先発の調子とかじゃなくて、顔が悪いってね。先発の顔じゃない。先発の顔じゃないですよ。打てよ。お願いします。でもいいですけど、藤井さんの中でそれで。なんでもスーパーの時はもう藤井さんの中で何でもいいよ。いやちょっと。おお。OK、OK、OK。あるじゃないですか、もしかしたら最終的にスーパー松坂君投げるかもしれません。はい。おい！いいとこ守ってましたね。行きました。これは乾杯でしょう。